人生の品質向上委員会第十一回、えー、始めていきたいと思います。はい。え私はスケさん一九八四です。はい、えー。D マゴットです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、えー。ハッシュタグの説明をまずしたいんですけれども、ハッシュタグはシャープ #IQOL です。ツイッターとかであのつぶやいてもらえると。 紹介させてもらえればなと思います。はい、お願いします。待ってます。で、公式サイトは scrapbox.io スラッシュ IQOL です。で、はい、いつものように、えー、ディスクリプションの方に小、えー、ーノートへのリンクを貼っておくので、まあそちらもよかったら見てもらえればなと思います。はい、補足情報とかを載せてます。はい。で、えっと、じゃあお便りコーナー いいつものようにいきますかはい、で、お便りは、えー、今週は、まあ、2通ですかね。はい。じゃあ一つ目僕の方から紹介します。はい。えー、これはですね前回の100のリストを受けてなんですけど、えー、僕も彼らに感化されて簿記2級あたり狙ってみようかなっていう。 ことをいたただきましたほ<う>まあ要は僕らが FP2 級を取るとかファイナンシャルプランナー2級を取るとかなん、えー、でしたっけシニアライフカウンセラーとかあとファイリングデザイナー検定でしたっけそうですを取ろうっていう話をしてたのを受けてまあ自分も簿記2級取ってみようかなっていう話をお便りというかこれはまあ直接。 口頭でで聞いた話なんですけれども、はい、まあこの方はあの株とかをやってるんですけど株の,ですかあの投資、はい、やってるんですけど、まあ、その株の投資に役に立てるっていう意味で、まあ、募金を取ると、まあ、株の決算をより細かく理解できるようになって、まあ、それはいいんじゃないかっていうところで取ろうという話を、えー、されてました。ほうどうですか い,やいいいいやと思いますす素晴らしいであ落ちても本来の目的は達成できると言ってるんですけれどもまあ受けるからには受かってほしいなっていう気持ちがあります間違いないです、はい、なんで頑張ってくださいはいで同じ方がなんですけど僕らのこのポッドキャストをリーグオブレジェンドのあのランクマッチの時に聞いてるい って言っててて言それを僕らのやつを聞きながらやるとなんか勝率が上がるっていうことを言ってて、はい、すごいですね。すすごいですね <laughs>、まあ、あと負けた時もなんかそんな落ち着いた気持ちでいられるみたいなことも言ってましたね。負けたら、まあ、すげえイライラするけど、はい、このポッドキャスト聞いてたらこう心理的に落ち着いていられるらしい。なるほど なんて言うんですかそれ、ヒーリング効果みたいなのがあるってことなんですかねリラックス効果というか、まあ。あるのかもしれないですね。なるほど。それはどのあたりなんですかね内容なのか、僕らの声のトーンなのか。うーん。まあ、どっちもかもしれないですね。どうだろう。なるほど。まあ、なんで、はい、受験生とかにはいいかもしれないですね。確かに。ラジオ代わりにね。ラジオ代わりに。僕ら受験生めっちゃ応援してるラジオなんで。はい。今日もセンター試験。今日ですかね。昨日今日。そうですね。 昨日、日、今はい。もしあの、センター終わってあそこできひかったなみたいなんでイライラするとかあればこれ聞いてリラックスしてもらえばなと思いますはいまセンターだけじゃないですからね、まあ、センターで決まることもあるっちゃあるのかはい大学によってはまあこれからそうですね私立とかうんあの二次試験とかあるんでそうですね まあセンター、はい、まあもし失敗してたとしてもまあここからが挽回できると思うんでねはい頑張って20本やってもらえればなと思いますはいまあそういうリラックスコーマーかも出しながらやっていきましょうということですかねそうっすねじゃあ二つ目のタイプお願いしていいですかはいえー、これも IQL ツイートですねあこれはこれそうですよねそうっすね さっきのは違うのかさっきのは、まあ、直接いただいたお便りというか。はい。はい。じゃあ読みます。お願いします、えー。エピソードと関係ないけど、コンフォートゾーンの脱出、カッコ、ラーニングゾーン、カッコ指について語ってほしいということです。なるほど。はい。これ、コンフォートゾーンの脱出って何ですかまあ僕もその、あのー、これでツイートで知るまでそれ、それまで知らなかったんですけど、あのまず我々がもう慣れてること、 をやる分にはそんなストレス感じないから、うん、まあ心地よい状態というか、うん、それがコンフォートゾーンっていうんですよねはいはいはいまあそっから出るとあの自分の未知の領域になってって、うん、ちょっとストレスを感じるうん、うん、とこになってって、まあ、その状態でいるとある程度未知のことを並べる学べるランニングゾーンっていう,うん、うん、とこになるとうん、うん、でさらにそのとこのもっともっと未知のとこに行っちゃうと ただわかんねえっつって、パニックになって、パニックゾーンみたいな。なるほど。なるほど。ほどで、まあ、この概念っていうか、この考えによると、ある程度、コンフォートゾーンは脱出して、ラーニングゾーンにいて、いろんなことを学ぶのがいいみたいな、うんうんうん。ことらしいです。うんうんうん、なるほど。はい。僕も聞いたことぐらいは、聞いたことっていうか、あの、円、円グラフじゃないけど、なんか、 模式図というか、あるじゃないですか、図。はい。真ん中にコンフォートゾーンがあって、ランニングゾーンがあって、その外にパニックゾーンがあるみたいな。絵は見たことがあって。はい。はい、まそのラーニングゾーンで頑張れよみたいな。話ですよね。そうですよね。基本的には,はい。どうですか、それは。まあ、これ。一番、あの、重要なのは。これ、別に科学的に立証された話ではないらしいんですよ。うん。ある。苫米地さんっていう人が。提唱して チヒ秀とっていう人がどうやらまあどうやら僕が調べた感じでは提唱した考えらしいんですよ、えー、一番最初にこの人が言ったってことですからしいです、えー、どうやらなんでこれがシンプルになんか科学的に立証した概念として話を進めていくのはちょっと危ないかなとは最初に思いましたねなるほどはいあコンフォートゾーンの作り方っていう本があるのかはいなんかこの人が広めたらしいですよえー、その概念というか はい、プログラマーなんですかねプログラマーコンピューター関連の認知科学者なんかどっちかっていうと心理うーん言語認知心理学とかうーん何かリスプの論文を発表してたりとか<う>リスプってあのプログラミング言語で、はい、まあ結構熱狂的なファンもいたりするようなものなんですけど はい、そのなんか論文を書いてたりとかまた P2P 関連のことやってたりとか、えー、これどういう関わり方してるんですかねえどういうとですかいやプログラミング的なその<ー>エンジニア的なソフトウェアエンジニア的なことをやってるのかな、はい、そういうこともやってるっぽいですねうーんなんかそのコンフォートゾーンの作り方っていうのが、まあ、このウィキペディアには載ってますけどはいなんかどっちかというとこれはなんかマネージメントというかマネージャーが こうなんて言うんですかの心理的安全性じゃないですけど、はいこう、気持ちよくみんなが働ける環境をどうやったら作れるかみたいなのを語ってる本なんですかね。ほ<う>なんかイメージですけど、なんかタイトル聞いただけで、はい、想像するにですけど、内容読んでないんで分かんないですけど、まあ、なんでなんかみんながこう気持ちよく働けた方がなんかこう恐怖を感じながらこうパニックに陥りながら働くよりかは、まあ、なんかこうリラックスして。 ちょっとチャレンジングなことをやってる状況の方が、まあなんかみんながクリエイティブを、クリエイティビティを発揮できるみたいな、そういう文脈なのかなって思いました。そうですね、そういうこともあるかもしれないです。うん、どうですか、その、まあ、科学的に正しいかどうかは置いといて、はい、孫さん的な持論とかあったりしますうん、なんていうか、結構当たり前なことを言ってる気がしてて、うん。あの人間って、まあな、どんなことでも大体ストレスを感じるんですよね。うん,うん。例えば、あの社会的に喜ば,喜ばしいこととか、うん。 例えば、昇進してもストレス感じるし、結婚してもストレス感じるし、何、うん、だろう、いろんなことに対して人間はストレスにさらされてるんで、何、うん、だろう、だから何ていうか、結構当たり前かなっていう気がしてて、うん、まあそれより物事の本質っていうか、この,あのコンフォートゾーンの概念の一番言いたいことは、うん、そんなビビらずにいろんなことをチャレンジしていけよっていうことが一番言いたいことじゃないかなっていう気がしました。ビビらずに。 はい、いろんなことについてちょっとそのストレスを常に感じているっていうのは常にラーニングゾーンにいるんじゃないかってことですかまあそうですね人によっては結構ストレスの感じ方が違ったりするんで、うん、まあなんていうか一概には言えないかなっていう気もしますね、うん、なんかサルトルっていう哲学者に言わせれば、はい、もう生きていること自体がストレスみたいなことを言ってたりするんで、うんうん、なんかその一律的にあんまりストレスの観点から考えられない のかななっていうう感じはしますねうーんなるほどストレス、はい、そっかまあでもなんですかね例えばなんかすごい簡単な何も悩まずにできる仕事を、まあ、仕事と限らないですけど、まあ、例えば仕事だったとして、はい、絶対簡単にできるわっていうことが分かりきったことばかりずっとやるのは、はい、まあ割とそのコンフォートゾーンで何かをやっているっていうことなんかなって思ってて。 でもなんか、これできるか分からへんなっていう、その、これできる可能性って80%ぐらいやなみたいなことをやるのは、まあなんだろう。まあ80%やったらあれですかね。まあ結構確率高いんであれですけど、まあ6、7割とかなってくると、実際できるかなっていう不安がまあ30%ぐらいあって、まあ60%ぐらいは、あ、はい、あ70%ぐらいは、まあできるかなみたいなのこところで挑戦しているのが、まあラーニングゾーンで。で、なんか50%切ってくるとど、だんだんこう、ハプニング、ハプニング。 パニックゾーンに入ってくるみたいなその仕事の難易度というかストレスともまあ相関はあると思うんですけど、はい、なんか仕事の難易度的な感じのイメージを僕は持ってましたけどねこのコンフォートゾーンというかなるほど、うん、まあでも僕はなんかストレスなく簡単な仕事してお金もらえるならそれでいいですけどね <laughs> <laughs> なんか僕結構つまんないなって思っちゃうんですけどねおいやもうこれはもう人によっての考え方だと思うんですけど、はい 僕は僕にとって簡単な仕事がずっとできて、ある程度成果が出せるなら、はい、それずっとやってたら楽だなと思っちゃいますね。なる,なるほど、なるほど。例えばじゃあゲームで行くとしたら、はい、なんかスト,ストリートファイターやるじゃないですか、孫さん。はい。めっちゃ弱いやつと戦うばっかりだと面白くなくないですかまあそれは間違いないです。<laughs> っていうのも、それ仕事でお金稼ぐっていうのと、うん、ゲームで。 なんか対戦するっっててていうのががまた文脈違きゲームの方とか対戦ゲームの方になるとなんていうかある程度自分の強さを高めたいっていうところがあると思うんでうん、うん、それならもう簡単なやつっていうか、まあ、自分より下のやつをボコボコにしてもあんま楽しくないのは間違いないですでもなんか、はい、ゲーム感覚で仕事してると思ったら例えば、はい、絶対弱いやつと戦って。 数よりちょっとなんか勝てるか勝てへんか分からへんなみたいなやつと戦ってた方がまあ面白いかなっていう捉え方もできるかなっていう気もするんですけどねまあ多分僕は一番の仕事のその目的っていうのはお金稼ぐことだと思うんですよね。うん、そのさっきスケさんが言ってた楽しみとかは二の次でうん、うん、僕は一番の目的とそのお金稼げればいいやが一番でかいんで。うん なんかそこになんっていうかチャレンジ精神は僕はそんな必須ではないかなとは思いますね。なるほど。はい。なんかどうせやるんやったらおもろしろいことしたいなって思いますけどね。なんか。はいはい。お金稼ぐのはまあ第一として。はい。なんか楽しんだ方が時間過ぎるのも早いし。はい。なんかまだおられんのかなって思いながら仕事すんのもなんか嫌やなって思ったりするんですけどね。あー、まあ。楽しいに越したことはないですよね。うん。 まあかといってなんかストレスは感じなくてもいいかなって感じないなら感じないで済んだ方がいいかなって僕は思っちゃいますねだからそこが結構そのパニックゾーンとの境になるんかなと思ったりするんですけどねと言いますとだからストレスを感じ始めるのがパニックゾーンに入ってるぐらいでそれまでは普通に楽しいっていうかストレスと感じないレベルというかあまりにも強い人と戦ったりとか 絶対勝たれへんゲームとかやってたら、はい、ストレス溜まってくるじゃないですか、だんだん。はい。だからそれがもうパニックゾーンでの、その、ゲーム。それもゲームやってた時の、まあなんかパニックゾーン。んゲームにおいてもストレスかかってくるタイミングっていうのがあって、そこでやってもあんまり上達しないし、まあ自分としても面白くないところで、ゲームであってもなんかすごい心地よく楽しく、勝ったり負けたりするぐらいのちょうどいい難易度で、 遊べるのが一番スストレスなく楽しめてかつ上達できる一番いいところだからそれがラーニングゾーンみたいな,なんかこ、はい、なり理想的なそのティアというかそういうものなのかなっていうイメージを持ちましたけどなるほど、うん、まあちょっとゲームだとそんくらいがいいですけど、うん、まあ僕はやっぱり仕事のストレスゼロがいいですねストレスゼロで全然ありえそうですけどねラーニングゾーンにいたとしても 多分それだとまた話が変わってくると思うんですよね。うん、この元々のラーニングゾーンとかコンフォートゾーンの考えの元だと、なんかストレスはあるけど、ちょっとあるくらいがいいみたいな話だったと思うんで、うん、なんかその、ストレスないけどラーニングゾーンっていうスケさんの話だとまた新しい考えになってくる気がしますね。ああストレスっていうものの数値によって、これは規定されるもんだっていうことですよね。うん、そうですね。あとストレスって結構。 自覚してるしないとか結構難しいんで、うん、本人が自覚してなきゃストレスっていうのは何だろうまたこれも難しいとこかなって思いますね自覚し,したらストレス、うん、してなくてもストレスっていうのが僕あると思うんですよ、ね、うんうんうんなんでスケさんは自覚したらストレスみたいな話だったと思うんですけどまたこのストレスとは何ぞやっていう話になってきて、はい、そうですねストレス、はい、ストレスって何なん,なんですかね何なんですかね <laughs> ちょっと科学的に調べるしかないですね確かにねストレスからちゃんとこう話さないといけないってことになりますねそう,そうなんですよ、ね、これがそのコンフォートゾーンっていうのがストレスゼロ、ストレス10ストレス100みたいなんで規定されるそのゾーンだとすると、はい、ストレスがそもそも何なのかっていうことから話さないと、まあ、なかなかよく分からないことになるそうですの話話になっっちゃうてですよねまさにそうですうん ストレスはマジんなんですかね僕、あの、今、ガーミンっていうのをつけてるんですけど。ガーミンとはガーミンっていうデバイスウェアラブルデバイス。ガーミンっていう、あの、会社が作ってる、あの、ウェアラブルデバイスがあるんですけど。ああ、なんか、心拍数とか記録するやつですかです脈拍と、心拍あ、心拍と脈拍一緒か。まあ、脈拍と、はい。歩いた歩数とか、はい、あとは走ってる、たら走ってるとか。 はい、なんか眠ってる時の,あの睡眠の深さとかそういうのを全部取れるデバイス使ってるんですけど、はい、それにストレスっていうのが取れるやつなんですよね僕が使ってるやつほ<う>結構面白くてあのストレスが取れるんですかストレス取れるんですよこれが何なのか分かんないですけど <laughs> ちょっと怪しいなそれ <laughs> <laughs> ストレスが一応取れるんですよその0から100までで。 はい、で100やとストレス高いで、まあ、0やとストレスほとんど感じてないみたいなで、はい、僕寝てる時もストレスめっちゃ高かったりするんですよほ<う>だからまあ、でも実際なんか結構はって起き,起きたりするんですけど夜中あの、はい、その時めちゃくちゃ鼓動早くなってて脈拍とか、はい、100近く行ってたりするんですよ寝てる時に。きに<ー>でその時にストレスすごい高かったりとかまあ、なんか多分脈と連動してそうな感じがしますねそのストレス。 に関してはなるほどだから結構その、まあ、同じように使ってる人がいるんですけど、まあ、その人は結構会議とかあるとストレスがちょっと高くなったりとか自分がどういうことやってる時にどんなストレス感じるかっていうのを、まあ、なんか見れるのは面白いねみたいな話をしてました一、ね<ー>うん、人で作業してる時はストレス値が低いけどなんかこう会話とか会議とかやるとちょっとストレスが高くなったりして してくるとかあとはなんか昼飯食べてすぐの時はちょっとなんかストレス高いとか<ー>多分そういうことがなんか取れてくるんで、まあ、そういうログを取っていくと、まあ、なんかどういう点、まあ、それがそのストレスが合ってるかどうかっていうのは別としてまあなんか一定の尺度で何か測った時の数字がこの時は高くなってこの時は低くなるみたいなのでなんか自分を結構客観視するのには使えるんかなっていう感じですね。そのさんが寝てる間、うん、脈拍高高くくなななスストレス高くなるみたいな、うん それ結構やばそうな気がするんですけどいや、そうなんですよ。<laughs> 僕結構ビビってるんですよ。うん、そうですね。うん、ちょっと医学的にどうなのか詳しくわかんないですけど。そうなんですよ。だから脈が僕めっちゃ高くて、今とか70ぐらいなんですけど、あまあそれでも結構高い方だと思いますけど、この前、この前とか今週、公共ランしたんですよね。はい。公共ランしてるとき一番高いとき170ぐらい言ってましたね。は <laughs> 脈。まあ疲れますかね、ランニングは。ランニングやります。ランニング僕はしないですけど。はい。 走の嫌いで <laughs>。ランニングとポッドキャスト相性いいと思います。お聞きながら走るみたいな。そうですね。まあ、安全な場所じゃないと車の通りがないとかそういうのじゃないとちょっと危ないですけど,ど公共ランとかは公共の周り今工事してるんでちょっと道路挟みますけどそれ以外の時は多分道路とかもなく走れるんで、はい、まあそれで結構人気なのかなとか、まあ、あと1周 5km っていうなんかちょうどいい距離感とかで人気なんですかね。 お僕は走った時もなんか結構すれ違ったりして人気ですねじゃあもしもこのリスナーにランニングしてる人がいたらぜひポッドキャストどうぞということでそうですねポッドキャスト聞きながらあのランニングすると大体1周早い人だと20分とか25分ぐらいで走るらしいんですけどあの、はい、5キロ大体だから僕ら1時間ぐらいやってるんでまあ2周で聞き終わるぐらいの感じですかねなるほど まあ、その、なんか、マイルストーンじゃないですけど、ペースメーカー的に感じで、使ってもらってもいいんじゃないかなってい思いますね。じゃあ、2倍速なら、ちょうど、一周で終わる。周で,、ね、で終わるっていう感じ。2>, 2倍速、ちょうどいいっすよね。うん、なんか、2倍速で聞くの、僕、結構いいなと思ったんですよね。いや、いいっすね。なんかちょうど、なんか、我々の会話スピードのせいかもしれないですけど、ちょうどなんか、聞きやすいっていうか、はい、<laughs> っていうのがあって、ちょうどいいかなって思いましたね。そうですね。まあ、多分、僕らは一回話して聞いてるから、 どういう流れとか、会話どんなしたとか思って覚えてるから、2倍で全然いけるんですけど、初見でどうなんかなっていうのはちょっとわかんないですね。ああ<ー>。うん。あとなんか、なんかやりながら聞いてるとか、多分僕仕事しながら聞くって結構むずいと思ってて、なんか聞いてる人いるらしいんですけど、はい、仕事をしながら聞くんむずくないですかさすがに。うん。そうっすね。難しいかも。うん。なんか内容入ってこへんやろなっていうか、どっちかに集中しないとなかなかながら聞き、 しにくい、まあ。ながら聞きしやすいテーマの時もある,、ま、あると思うんですけど、はい、あの、回によっては結構考えないといけない時があるんかなって思ってて、そういう時はちょっとなんか集中しないと聞けないかなって思ったりしますね。まあその場合は1.5倍速にするから。うん。そうすね。通常スピードか。<laughs> っていうのもありっすね。そうすね。僕言われたのが、僕の喋り方が2倍速に向いてないって言われたんですよ。<laughs> そうかな <laughs> <laughs> なんか、 一個一個の単語とか単語と単語の切れ目はすぐ早いけど間があるからそのトータルとしての時間は一緒なんだけど喋ってる時めっちゃ早いから早口な部分と空白な部分があるからちょうどいい時間になってるけど喋ってる時はすごい早いからそこを2倍になるとめっちゃ聞き取りにくい。<laughs> なるほど、うん。それはもうすいませんって感じなんですけど。 るとにそう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 あーまあ確かに言われてみればそうかなんですけど最近空白のとこ全部取り除くように編集してるんでずっと早いっていう可能性があります<笑><笑><笑>なるほど、うん、でなんでこのお便りに関して言うと、まあ、多分ストレスに関してをちゃんと調べないといけないんじゃないかってことですよねそうっすね、うん、哲学あるあるですよねこれ なんか人によって言葉の捉え方が全然違くて話が前に進まないっていうかなんで言葉一つ一つを明確にしていかないとなんかちゃんとしっかり話が前に進められないなっていうのは哲学あるあるですねストレスをじゃあなんかどっかで話さないといけないですね僕らもそうですねストレスは何ぞやうん医学的なところというか科学的なところでストレスをちゃんと調べたりとかしないといけないのかな、はい、でそれでちょっと一つですけど 僕、メンタルヘルスマネジメント検定っていう、結構ちょっとしょうもない資格の一つなんですけど、それ持ってて、そこで学んだとこによると、これしたらストレス何点、これしたらストレス何点みたいなリストがあるんですよね。うーんヘル。メンタルヘルスマネジメント検定。マネジメント検定。それによると、なんだろう。まあ、一番でかいのは、誰かと私別したら何十点みたいな。で、昇進したら何十点みたいな。 それもまた結構高いんですけどであと環境が変わったらなんてみたいなっていうのがあるんですよねへえ絶対的なものとして定義されてるってことですかそうですねまあそこが何ていうか客観的な科学性が本当にあるかっていうのは分かんないですけどまあでもなんていうかそういうストレスチェック的なもんの,あの一般的っていうかまあ結構有名な指標としてそういうもんがあるんですよねへえそれちょっと面白いですね それ見てみるのもいいかもしれないですね。それはなんかどっかに載ってるんですかそうですね。なんか探しは出てくるはず、ね。あった。ありました。あざっす。はい。へえ。これは結構ちゃんとした研究に基づいてるものなんですかそれはちょっとわかんないっす。<laughs> <laughs> <laughs> なんか若干怪しそうな感じしますけどね。これ、見た感じ。これを作った、ホームズさんの その調査の方法を調べるしかないですね。なるほど。だって、これすごい面白いクリスマス12点。何するかによるんちゃうみたいな <laughs> 感じしますけどね。ちょっとアメリカンな、まあ、ちょっとこの作った人がアメリカ人か分かんないですけど、<laughs> アメリカンな感じだと、クリスマス大イベントですから、<laughs> プレゼント交換したりね、<laughs> 用意したりして。だって休暇とクリスマスだ、休暇は13点なんですよ。<laughs> <laughs> そうすね、休暇はそんなストレスたまるかないやしかも休暇って何なんて感じなんですよねだっ,だって休暇に何するかによるじゃないですか <laughs> こう休暇もあの独身の休暇と家族がいる休暇にまた話が変わってくるんでそうですよね <laughs> ちょっとこれは安直には考えられないかなっていう気がしますねまあでも資格試験には使われてるんですねそうすこういうのがあるよーっつって <laughs> おもろいな交流63点って <laughs> 結構高い。高いですね。まあもちろん使わってるから。はい。すごいな退職。なんか夫婦関連の多くないですからしいですね。やっぱ家族ってやっぱすごい。仕事の再調整。なんかこれ翻訳が怪しそうな気もしますね。確かに。再調整って何リスケ。ちょっとスケジュール伸ばしますみたいな。リスケ39点もあんの。 <laughs> 変えたらだけちゃうんって思っちゃいますかあとこの仕事上の責任の変化とかまあ昇進とかでもストレスはありますよみたいなうんっていうことですよねうん1万ドル以下の低等借金 <laughs> 1>, <円>1万ドル結構高くないですか17で済むのかな、まあ、<laughs> そう睡眠習慣の変化とほとんど一緒ですからね確かに <laughs> 面白いなこれ ちょっと 100, 100万円とか借金あったらちょっとビビっちゃうけどな。ビビっちゃいますよね。はい。しかもなんかこれ、網羅性あんのかっていうね。そうなんですよ、ね。43個しかないんですよ。<laughs> まあ結構時代によって、なんていうか、ある意味、合わない場合もありそうだなうん。だってクリスマスがあったらなんか、それこそ向こうやったら何ですかハロウィンとかハロウィン関係ないか。はい 分かんないですけどなんかイベントことだけでも結構並べられそうじゃないですか。なんでこれクリスマスだけあげたんかとかそ。そうなんですよね。ちょっとツッコミは山ほどあげるから、ね。これだけよあって面白いですね。はい。まあでもそういう、まあ、ストレスに関してもこういう研究があったりとか、多分他の研究も多分あるんでしょうね。ありますね、うん。そういうのに基づいて、じゃあストレスっていうのはどうやって定義されるもべきものなのかっていうのを。 立ち位置を明確にしてやる必要があるしなあそもそもそのライフライフじゃないラーニングゾーンとかコンフォートゾーンとかがまあんだろうストレスによるものなのかっていうところも、まあ、この人の定義によるとストレスだろうけれどっていう何によってそれをコンフォートとするかみたいなのもありますよねはいその通りです、うんまあ、面白いテーマですよねはい じゃあど,どっかでストレス、メンタルヘルスについての会をやりたいですね。やりましょう。はい。ありがとうございます。お便り。はい。もうこれで38分になってしまったっていう。やっぱお便りの話をすると、それだけで結構な時間になってしまいますね。はい。しかも結構今回深い、深いっていうか話が広がる内容だったから。そうですね。話しちゃいましたね。うん。まあでも面白いですね。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。また待ってるんで。はい。ぜひ。はい。 で、えー、っと、今日のテーマなんですけど、ちょっと一個僕の方で話したいなと思ってるのが、その100のリスト作ったじゃないですか。はい。で、結構いろんな人が作ったとか、作りたいとかって言ってて、それ、あとはなんだろう、自分もこれやろうかなっていうのを言ってる人がいたりとか、いるじゃないですか。はい。 っていうんで、ま、あなんか僕らのこう、こういうのをちょっとやってみた結果、ま、あなんかいろんな人にこう、影響与えられるものなんじゃないかなって僕は思ってて。はい。なんて影響というかなんか、ま、あなんかちょっとやる気になるというか、モチベーションになる部分があるんかなって思ってて。はい。なんで、なんか一回作って終わりじゃなくて、ま、あなんか定期的にこう、進捗報告じゃないですけど、 まあなんかこんな感じで1個わったとか、まあなんかこういうのを新しくやりたいなって思ってるとか、まあなんかそういう感じでなんか運用したいなって思ってて、この100のリスト。はい。なんかそれをどうやるのがいいかなっていう話をちょっと軽くできたらなって思ってるんですけど。はい。どうですかどういうふうな感じですかねなんか細かく、前も言ったんですけど、細かく細かくこう、なんか、 じゃあ来週までこれやりますとか、そういうのはなんかちょっと大変なんで、まあなんかザクーっとやりたいなーぐらいの感じで書いたもんですし、なんかライトにやりたいんですけど、はい。はい、まあかといってこう忘れてしまうと、なんか一年後に見て、ああ、こんなんあったなぁみたいな感じになるのもなんかもったいないんで、まあ何かしらこう意識しながらこう過ごしたいなーって思うんですけど、なんかどういう感じでやるのがいいかとかあります うんとりあえず自分がやってるのは完了したら僕は随時完了って書いてますね。あ、マジですかえ、それはあの、スクラップボックスの方で。自分だけのスクラップボックスの方で。あ、そうなんですね。はい。いでも、公式サイトでも書こうかな。うんうん。ちなみにどれが完了したんですか 1>, ?1 個は IQOL ツイートを実現するって、まあ、たまに IQOL ツイートしてくれる人がいたんで、はい。もうこれは完了です。いや、完了っすね。いはい。今回も1人。 いたんでありがたいですね。はい、でもう一つはゲームのとこで「ディスコブレイン」っていうゲームの「モンスーンノ」っていう難易度をクリアする。これはこの前、スケさんと他の友達と一緒にやって、まあ、結果的にクリアできたんでもう完了ということで。はい「ディスコブレイン」っていうゲームがあるんですよね。僕と真琴さんが結構あのやってて。このポッドキャスト終わった後に反省会と 称しディスク・ブレインっていうゲームをやりながら反省会をするっていうのをやってたりするんですけどこれってなんか前どっかで言ったりしましたっけ言ってないかもどんなゲームかちょっと簡単に紹介しましょうよはいまあなんだろう結構シンプルなゲームなんですけど一見、うん、なん何か 2D でまさにマリオみたいに左右に動く、うん、マリオは一歩ずつこですけど結構ディスク・ブレインは左右に動く ゲームであのまずアイテムを集めてステージをクリアしていって強くなりながら最後のボスを倒すのが目的なんですよねでそのアイテムで強くなるのが結構何ていうかクスラ要素があってで、えー、さらに時間経過に応じて敵が強くなってくるんですよである程度ちょっとスピード勝負なとこもあったりしてその中で、まあ、ボスを倒しに行くっていうゲームですねそうっすね、まあ、全部で5ステージかな、はい 5ステージですよ、ね、そうですね、こうかな。5ステージ。はい、で、1ステージごとに、まあ、クリアしていって、まあ、最後の5ステージ目に、まあ、ボスがいて、それを倒したらクリアみたいな感じですね。そうですね、うん。で、まあハクス、ハクスラっていうのは、ハックハックハックスラッシュですかね。ハックってなんやろわかりません。ハックスラってよく言うけど、 これもちょっとショーノートに貼っときますけど、ハックが切り刻むですね。で、スマッシュが叩き切るという言葉の、はいまあ、複合が示すように、まあ、戦闘に勝つ、敵を勝つっていうのを、敵を倒すっていうのを意識して、まあ、使われるような用語のようらしいですね。はい。まあでもこれ、リスコブレインはずっと積み上げじゃなくて、うん。あの、一回ゲームオーバーになったらもう最初からなんですよ。そうですね。はい。 まあなんで、トルネコのダンジョンとか、あの、ライの試練とかっていう、あの、ローグライクって言われる。ああ、れに近いですね。何て言うんですかね。死んだらやり直しで、まあ、また一から強くなっていく。っていうような要素があって、まあ、それがなんか、プレイしやすさというか、まあ、なんか一からまたや,りやるかみたいなのが面白いっていうのが、結構一個、このゲームの良さというか、ありますね。はい。しかも、 安いっす。300円くらいですよね,すね。300円。PC のゲームですけど、300円くらいで、200円かな。250円とかでしたっけ。そんくらいっすね。ですよね。セール、セールやったのかな。まあなんか、でも安いっすね。とりあえず。はい。スイッチにも出てるはずですね。お<う>で、まあローカルコープで8人まで。最大8人っすかね。マルチ。はい。かな。 マルチで8人までできて、まあ、僕らは大体 2, 2, 2から4人ぐらいでやってるんですけど、あのーまあ、マルチプレイできるっていうのも面白いところですね。はい。まあこのゲームをクリアするというので、まあ、モンスーンっていうのがまあ一番難しい難易度なんですけど、それをまあ見事クリアできたということですね。はいまあ、結構えぐいんですよね、難易度が。いやー、むずいっすね。で我々で、まあ、この身内で結構何回もやってて、 これ何回もやってこれ全然クリアできる感じがしなくて無理じゃねえかって言われてたところに、まあ、たま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 でもないかな、まあ、たまたまかもしれないけどいい感じでクリアしてくれた友達がいて、まあ、でも我々4人で始めたんでね,そうですね4人での勝利は間違いないですけど最後1人のラスボスを頑張って1人で倒してくれた人がいて、まあ、クリアはクリアなんで達成だとそうです、ね、僕はもう全く貢献してないですからね、はい、この,その時のプレイにおいて。<laughs> あの、このゲーム、マルチ、4人でプレイしてるんですけど、各ステージで死んだら終わりなんですよね。全員死んだらもうゲームオーバーで、一人でも生き残ってステージクリアしてくれると、その次のステージからまた再戦できるんですけど、一回死んじゃうと、そのステージでアイテムとかを拾って、敵倒してアイテム拾ったりとかするんですけど、そのアイテムをゲットできないうちに死んでしまうと、 そのステージで強くなるはずになった分が、レベルも上がらないし、アイテム増えないっていうんで、全然強くならないんですよね。はい。で、次のステージ行くと、また敵強くなっているんで、また最初に死ぬんですよね。ねそうなんですよね。はい、またあの強くなれないんですよね。で、他の人はクリアしてくれてるんで、どんどんアイテムがその人に集中していって、 僕はもう最初の方序盤のなんかステージ1とか2ぐらいで死んでそこからもうステージ新しく行くたびにもう開始1分ぐらいで死んでしまって <laughs> 僕はあと見てるだけみたいな状態になってで最後クリアしたんですけど僕アイテム2個しか持ってなかったですからね普通は何個だろう20個くらいいくかもしれないですよね僕が1回あのノーマルでやった時は200 何個アイテム。<200 3 笑> まあそれはちょっと普通のプレイじゃないですけど。<laughs> そうですねこん時が300ですね。アイテム300個持って、しかも1個前の難易度のやつクリアしたんですけど、この時あのモンスーンクリアした。モンスーンって一番難しい難易度やのに、僕は2個しかアイテムを持ってなかったっていうんで、まあ、はっきり言って僕はクリアしてないようなもんですね。まあそうですね。でもいたことはいたんでね。<laughs> そうですね。<laughs> あの、ログインはしてたみたいな感じですよね。はい。うん。まあなんで、生きてクリアするも入れた方がいいんじゃないですか。生きてクリア。はい。なるほど。死なずにクリアするっていう。ああ。まあちょっとどうしようかな。考えておきます。<laughs> <laughs> まあそんな感じで一個一個、こう、完了つけていくんですけど、まあ僕も結構今進んでたりしてて、一個やってんのは、あの、コーセラのオンラインコース受けるって言ってたと思うんですけど、はいはい。 あれのマシンラーニングの,あの講座を受けてて、はい、今3週目が終わったところじ、全部で11週間あるんですけど、3週目が終わって、あと8週。まあ、これをなんか1週間に2個ずつ、2週間分ずつぐらい進めていけたらなって思ってて、はい、なんであと4週間ぐらいであのクリアできるといいなって思ってて、思ってますね。そうとりあえず それまでの感想みたいのありますえっと、結構よくて、なんか、課題がしっかりしてるんですよね。その、<う>講座聞いて、テストはあるんですよ。5, た5問ぐらいの。あの、はい、内容チェックじゃないですけど、ちゃんとお前分かってるんかっていうテストを、その5問出されて、それが80点以上、まあ、要は4問以上正解しないと、その、クリアにならなくて、はい、っていうのがまず1個あるのと、あと、ビデオを見てながら、 その講座を受けながら、その先生が分かってんのかっていうんで、なんかまたそれもビデオの途中に差し込まれるような感じでクイズ出されて、それ正解しないとその次のビデオ見れないというか、その続きのビデオ見れないみたいになってて、まあなんかそのインタラクティブな感じで講座が進んでいくっていうのが、まあ結構いいなっていう、なんかその理解度チェックをこうちゃんとしてもらいながら進められるっていうのがいいなっていうのと、あとはその さっきも言ってた2倍速もできるんですよ。動画を見るのに。なるほど。んで英語なんでちょっと2倍速結構しんどいんですけど、まあ、字幕つけれたりとかするんで、字幕見ながら2倍速、ところどころ2倍速、まあ1.5倍速ぐらい。で、聞くと結構、ポン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 と早く進められて、まあなんか結構いい感じかなっていう感じですね。その小テストみたいのがちょいちょい挟まれるってことだったんですけど、はい もし間違ったらどうなんですかえっと結構厳密で3回は受け入れるんですよ連続してはいなんですけど3回受けるとその後は8時間経たないともう1回受けれないみたいなのがあってほう<ー>なんでなんか何回も何回もやってっていうのはできないようになってますねじゃあとりあえず全当たりでやって ででもまあ進めなないいっていう感じなんですねそうですしかもあの問題変わるんですよ。毎回すごい。なんか結構、その問題セットみたいなのが用意されてて、はい、多分そっからこう問題変えて出されるんで、はい、まあなんか、総当たりでやろうっていうのも結構難しいかもなって感じですね。ちゃんと理解してあの受けないと、まあ、ちょっと難しいって感じ。結構しっかりしてますね。そうなんですよ。 あの結構なんかしっかりしてるっていうかこの前もテストの時本人確認が厳密だみたいな話あったじゃないですかんかそういうとこしっかりしてんなって思いました、ね、そうですねなんでまあこれで、まあ、サーティフィケーションを得たら、まあ、確実にこの人は理解してるだろうしちゃんと本人がやってるだろうっていうことは、まあ、担保されてる感じですねすごいであと面白いのが、まあ、あのプログラミングというかその課題があってテストだけじゃなくて あの高度化化されるんですよ実際に例えば、あの、まあ、マシンラーニングの講座なんで、実際にその、えっ、ー、と、線形回帰とか、ロジスティック回帰とか、そういうのを、あの、っていうのがあるんですけど、そういうアルゴリズムがあるんですけど、そういうのを実際に実装してみましょう、みたいなのがあ,のあって、で、なんか、まあ、なんか、ソースコードの意識みたいなのは渡されるんですけど、 そのソースコードの意識の中にそのブランクというかこの関数を完成させてくださいみたいなのをまあなんか言われてそれ一個一個提出していくとその結果が合ってるか合ってないかみたいなのをチェックしてくれてそれもまた100点取らないと達成にならないっていうのが毎週用意されててそれがなんかまあ1時間ぐらいはかかるかな多分なんだかんだ問題読んでコード書いてってやってると。 なんでそれもなんか理解し,し,してるかどうかのチェックになるものになっていて。はい。なんでかなりしっかりあの取り組めばものになっていくっていうようなもので結構いいなって感じですね。なるほど。うん。なんでこれをちょっとやってっていうのを今進めてるのが100のリストの1個目って感じかな。はい。あとは FP は あのー、調べたんですけどフィナンシャルプランナーですねなんか結構いろいろややこしいですけど、はい、どうやら国家試験となんか民間の試験に分かれてるみたいなんですよ。で国家試験の方は要は1級から2級から3級1級2級3級っていう、まあ、ファイナンシャルプランナー技能士っていう資格があるのがその。 国家資格の方で。で、民間の資格は AFP っていうのと CFP っていうのが2つあって、で、AFP っていうのが2級相当、そのファイナンシャルプランナー2級相当で、CFP っていうのがファイナンシャルプランナー1級相当みたいな、はい、そのマッピングになってるみたいですね。はい、すげえやこしい <laughs>。うん。世間的には、その AFP とか CFP とかの方が、 認められてるか広く使われているものみたいですね。骨格資格じゃない方ですね。<ー>なんですって。なんで3級は何か何もなくても受けれるんですけど二級あの技能士の2級は3級を持っているかあるいはその,あの通信講座受講してそれを受講してちゃんと課題提出したらその3級持ってるのと同じ。 状態になって、受けれるっていうことで、なんで僕がもし FP2 級って言ってましたけど、受けるんであれば、その通信教育を受けて、その技能士の2級を受けるか、あるいは FP を受けるか、どっちかって感じみたいですね。なるほど。うん。まあなんでどうしようかなと思って3級取って2級であれば、まあなんかスムーズにいけるみたいなんで、 結局その AFP もそのなんか FP の3級を前提としてるその条件みたいなのもあるみたいなんではい、はい、まあなんか全ての入り口として FP のその技能士3級っていうのを取るっていうのはありっぽいですね今のけさん的にはなんかその目星ルートあるんですかうんまあなんか通信教育受けるか3級受けるかこっちかなっていうのはちょっと悩んでるところですねなるほどうん3級 簡単って聞きますからね。うんそう通信教育もどんだけ時間かかるかわかんないですけどうん。なんかどれぐらいかな通信教育があ結構いい値段すんな。これ見た感じだと6万とか、はい。マジっすかするかも。それやばいな。うんそんならもう3級をサクッと取っちゃった方が経済的ではある。気がしまかし、ね、あら受講料の 安いいいもののっていうのがあるみたいですね<ー>まあでも6万ぐらいはしそうかも高いっすね三級から受けるかその方がいいかもうん、うん、じゃあ三級まずは三級を受けて <laughs> はい徐々にやっていくって感じかなその報告も、ま、楽しみにしてますんでそうですね <laughs>、はい、とりあえずは三級ってな感じでまあなんか官僚つけるとかこれやりましたよっていう報告 をすする感じですかねそうですね。とりあえずそんな感じかな。うん。なんか定期的に話題に出します。あ、いいですね。定期的に。うん。じゃあ、どれぐらいのヒントですかねうん。いや、どんくらいでも。なんか、毎週やるのもまた面倒くさい毎週やんのもあれですもんね。どうしようかな。2回に1回ぐらい、まず。はい。わかりました。じゃあ、奇数回で。 奇数回奇数回の時に100のリスト進みました報告をすると、はい、しましょういう感じかなで、はい、もしあの載せたいっていう人がいたらあの僕らに言ってもらえればあのインバイトするんで、はい、スクラップボックスに、はい、2019100リストっていうのを作ってもらってあの、はい、一緒にやっていければなと思いますけど。 はい、まあそういう既得な方がいたら、あの、はい、ここに載せますんで、はい、一緒にこの見て、僕もそれを突っ込み入れるみたいな、はい、できればなと思うんで、まあもし、載せたいっていう人がいたら、ぜひ教えてくださいって感じかな。はい。で、えー、っと、1時間1分か。まあ、にちょっと溜まってたから、<laughs> はい。あれですけど、えー、どうしますかね。どうしますか。ちょっとゲームの話したんで、はい。せっかくなんで、 ちょっと人生におけるゲームっていうことでちょっと話したいなって今日思ってたんですよ。メインテーマ。なるほど。うん。なんで人生で、人生においてゲームとはということで、人生を変えたゲームみたいなのありますうーん、多分僕は、まあ、いくつか候補あるんですけど、一番はリーグオブレジェンスかなっていう気がしますね。ほう。ま、なぜかというと、まあ、それをやってて、それ経由でスケさんと知り合ったんですよね。はい。あの、 まあ、結婚式は二次会で <laughs> あの僕 LOL っていうゲームその時そこまでメジャーじゃなかったんですけどやっててそれあの結婚式に、まあ、その時全然知り合ってなかったスケさんも参加しててそうす、ね、スケさんもやってるよっつって知り合ってそれがもう4年くらい前からそうっすね、まあはい、そうか5年くらい前4年4年くらい前ですかねはいでそれでスケさんと知り合ってかつそこからいろんなイベントみたいのを我々でやったりして <laughs> あのこういう関係が広がってたんで、確かにまあ、そういう意味で LOL かなっていう気がしますね。なるほど。はい、そうですね、あれはそうでしたねあの。結婚式の二次会で孫さんが、はい、あの司会じゃなくて受付やってて、で帰ろうかなっていう時に、神父の方にあの入り口で挨拶するじゃないですか。あの神父と新郎が立ってて、帰る時にお見送りみたいなお見送りみたいなやつがあって、その時に、 その新郎の人もいろいろやってたんですよね。あやってました。いろいろやってて、一緒にまたいろいろやりましょうみたいな話を、あのその入り口でしたときに、新婦、はい、の方が、あそたはうちでも結構強くやってる人がいますよって言うんで、おっさん連れてきてもらって、あどうもはじめましてみたいな感じで、その時にサモナーネームだけ聞いて帰って、はい、確かその夜、すぐなんかスカイプつないでみんなでやった記憶がありますね。そううすね、うん あれが最初のファーストコンタクトでしたけど。はい。確かに。あれはやっぱリーグオブレジェンドっていうのは、な、何なんですかね。何なんですかね。<laughs> やっぱなんかこう一緒にやりましょうみたいなのがすごい言いやすいゲームなのかな。そうですね。あの、まあ、軽く説明すると5対5で争う戦略ゲームなんですよね。うん。まあ、そ、そなんでなんか一緒にチーム組んで一緒に試合しましょうみたいな。うん。感じで話が広がりやすいっていうのは、まあありますね。 そうですね。なんか、やってますよってなると、大体、とりあえず、その、サモナーネームっていうのが、まあ、ハンドルネームみたいなもんなんですけど、まあ、それを聞いとくと、ゲームの中で、フレンド申請とかできて、まあ、一緒につながれて、まあ、その人がオンラインになってるかとか、っていうのが見れるようになってるんで、まあ、なんか、もし、あの、やってるよっていうのが、その、聞ければ、とりあえず登録しといて、友達申請して、友達になってたら、 まあなんか時間あったら、ちょっとなんかインバイトしてみるかみたいな感じでできたりとかっていうので、つながりが増えていくっていうのはありますよね。僕もそれでなんかとりあえず聞いていくみたいなのは結構やってて、でなんか、それもマゴスさんさっき言ってた社会人大会みたいなのもやって、あれ、60人ぐらい来ましたもんね。そうなんですよ。あの、まあまあでかい、そ,こそうでもないか。 まあある程度広いネカフェが埋まって、うん、まあ結構大変なことになったってこともありました。すごいですよね。だからやっぱりこうみんなで一緒にやるってすごい面白いなって思ってて、そのために僕もなんかマッチングためのプログラム書いて、何ですかその結局実力差が結構ものを言うんで、5対5でちゃんとその拮抗した実力になるとすごい面白いんだけど、めっちゃ差があるとボコボコにやられて終わるっていうんで面白くなくなる。さっきのコンフォートゾーン、ランニングゾーンじゃないですけど、 ちゃんとこうやっぱ実力が白昼するようになると、まあなんか大逆転とかもあったりするんで、でもその実力がきっ抗しないと圧倒的にもうやられて終わるっていうんで、実力をきっ抗させるためのプログラム書いたりとか、うん、かそういうのをやったりとかするのも面白かったですし、はい、確かにリーグオブレジェンズは相当インパクトが、人生にインパクトがあったゲームな気がしますね。ですね。スケ、うん、さん的にはなんか他にありますリーグオブレジェンズは確かに僕のイン、 インパクトを与えてるのと、あとは何だろうな僕の中で心に残ってるゲームっていうと、やっぱウルトウルティマオンラインが出てきますね。はいはい。知ってます知ってます。っますやったことありますいや、ないんすよね。結構昔の MMO ですよね。そうですね。はい。中学ぐらいの時にやったんですよね、僕は。2> <う>中2とか、中1とか、そんなんやったと思うんですけど。 もうその頃インターネットも全然発展してなかったっていうか、そうですね。すねあの、ADSL だったかいや、違うの、ISTN か。はいはい。<laughs> であの、電話代すごいことになりましたよ。それ怒られるやつじゃないですか。怒る <laughs> 本当に。えらいことにな,なりましたもん、マジで。ですよね。あの、当時ってその、つなぎ放題とかじゃなかったんで、多分なんか今の、 人とか多分そんな信じられないんじゃないかなと思うんですけど時間単位でお金かかってたんですよねはいごつさんその時代って経験ありますいやー僕の家はあのそのアナログ回線の時はほとんどインターネット使ってなかったですね家,家でああ<ー>やっぱそのゲームとかもちろんやってなかったしそのネットつないでとか、うん、であ,のある時あの ADSL を導入してそっからですね ADSL の時はもう つな、はい、ぎ放題でしたそうですねつなぎ放題でしたうん僕はだからなんか照れ放題とか来た時は結構感動しましたしはい、はい、夜中ずっとマクロ回して、はい、レベル上げるとかやってたりとか夜中はただなんでただというかあのお金かからないんで夜中にやるっていうスタイルありがた、ねはい感動しました、ね、ケーブルでした <laughs>、はいで でそのウルティマンオンラインっていうのは MMO で何万人とか多分当時いたと思うんですけどそのまあロールプレイングゲームですねあの、はい、いろんな職業があって、まあ、鍛冶屋さんとか,なんか戦士とか魔法使いとか、まあ、いろんな職業があるんですけど、まあ、そのいろんな職業の,あのキャラクターになりきってその世界で生活していく、まあ、なんか戦士としてあのモンスター倒して生計立てていくのもいいし なんか、鍛冶屋さんで、こう、武器作りまくって、その、それを戦士に撃って、生計立ててもいいし、みたいな感じで、まさにその世界で生きていくみたいなのを、まあ、いろんなプレイヤーと一緒にやるっていうんで、やる、まあ、MMO。今だと、ドラクエ10とかそんな感じなんですかね。うん、かもしれないですね。もうドラクエ10はやったことないんですけど、まあ、FF とかもそうかな。FF14 とか11でしたっけはいはい。とかの、まあ、MMO って言われるものですね。ディアブロは MO。はい って言われててまあなんかモンスターハンターとかと同じように1つのステージを何だろう数人の人でインスタンス立ててそこでプレイするというような MO 的なやつで MMO っていうのは1つの世界があってそこにみんなでアクセスして同じ世界を共有するみたいなやつですねでそれを僕やってた時って日本のサーバーがなかったんでアメリカの西海岸の サーバーにつなぎに行ってたんですよね。で、そこのサーバーで出会った、なんか外国人と一緒にやってて、それがなんかこう、なんて言うんですかね、世界超える経験じゃないですけど、そのなんか、英語でもちろん話しますし、で、僕は英語できないんで、おかんが結構英語得意だったりしたんで、あの、おかんに横についていってもらって、英語を売ってもらって、僕はゲームをするみたいなで、<laughs> なんて言ってんのみたいなことを、<laughs> はい やるみたいなのがあったんですけど、それがなんかやっぱり、な,なんかこう印象に残ってるっていうのはありますね。なるほど。うん。まあなんかもしそこの出会ってた友達、その、結構いろんなゲーム一緒にやったんですけど、そのアメリカ人と。はい。その時多分大学生とかだったのかな、その人が。はい。で、なんか、一回だけ手紙とかくれた気がするんですけど、お,お互い手紙送るみたいな。はい やったんですけど、まあ、その関係が今も続いてたりとかしたらもっと面白かったなとは思うんですけど。あ、続いてないですね。今はもう何してるか分かんないですね。悲しい。ICQ 使ってたんですけど、当時。ICQ って何すか ?ICQ って知らないですか分かんないです。あの、メッセンジ、メッセンジャーサービスです、ね。メッセンジャーか。メッセンジャー僕最初はスカイプとか、かマイクロソフトメッセンジャーでしたっけ はいはいはい。使ってたんで、そ,その ICUQ って僕知らないですね。ICQ はすごい懐かしいですね。ICQ っていう名前やったと思うんですよね。まあ、まさにそのスカイプみたいな感じですよ。音声がないスカイプみたいな感じで。はい、もうこれでメッセージやり取りするんですけど。<ー>あの、音がなんかカッコみたいな感じでな,なると <laughs> あの、メッセージ来たみたいな感じなんですけど。はい、それがなんかこう、 楽しかったですね。なんかいろんな人とメッセージするのが。なるほど。これは結構原体験になってて、はい、ゲーム、こういうゲーム作りたいなっていうのはいつか思ってたりするんですよね。MMO っていうか、なんかこうゲーム内で生計立てるみたいなのを結構、まあ、MMO ってそういうもんだと思うんですけど、家建てたりとか、はい、あの商人置いてゲーム、あの、物売ったりとかっていうので、なんかこう経済が中にあって、その、 世界が回ってるみたいなのってすごい面白いなと思ってて、そういうゲームいつか作りたいなっていうのは思ったりしますね。たまになんか経済がぶっ壊れることありますよね、よねゲーム内で。<laughs> そうそうそう。なんで、そのなんていうかゲーム内で経済学がちゃんと回ってんだなって思うとちょっと感動しますよね。いや、そうなんですよ。なんかゲームとか、ディアブローとかも僕結構やったんですけど、ディアブロー2とかで、その通貨になるアイテムとかがあったりするんですよね。普通のゲーム内マネーってあるんですけど、 それだとこう単位がうまく処理できないんで、これ、このアイテムはこのアイテム何個分で取引しましょうとかっていうのが、こう決まっていったりとかするんですよね。そのゲーム内で。そのなんかこう、別にシステムというかその運営会社が別に決めたもんじゃなくて、ユーザーの中でその共通認識として、このものの価値はこれぐらいですみたいなのが、こう暗黙の了解みたいな感じでこう広まっていって、トレードされるっていうのが、すごい面白いなと思って。 なんかそうやってどうやって決まってんのやろうなっていうか、その結局株とかと一緒で、俺はこれにこれぐらい出すよ。いや、それはちょっと安すぎる。これぐらいで買ってくれみたいなのをこうやり取りした結果、そのゲームの中での価値っていうのが決まっていくみたいなのってすごい面白いなと思って。はいはい、かそういうトレードがあって、そういうものの価値がこうユーザーによって決められてる世界ってすごい面白いなと思ってて。 そういうのをいつか作りたいなっていうのが僕の中で結構あったりしますね。なるほど。それはなんかそのディアブロとか、あの、ウルティマオンラインとかの経験がかなり、まあなんかインパクトを与えてる感じかなって感じ。なるほど。でもその時代にアナログ回線でオンラインゲームやるって相当我慢強くないとダメですよね。いやーもう回線バンバン切れてましたから。ですよね。<laughs> はい。あの、大体いいコ,コネクションロストっていうんですけど、あの、はい、コネクション、コネロスが起きると、 その、大体、そのゲーム、ウルティマンオンラインの場合は、宿屋以外でログアウトすると、キャラクターが5分そこのように居残り続けるっていう仕様になってて、その逃げきれな、はい、逃げられないようにしてやって、はい。かその PK っていうプレイヤーキラー出てくるんですけど、はい、その攻撃してくる、はい。他プレイヤー。はい、もうそいつに殺されてますからね、大体、ログインすると。<laughs> 次の瞬間。なるほど。あの赤い字になって、赤い字に出てくるんですけど、プレイヤーが。はい その赤い字のやつに追いかけられてる時にコネクションロスとして死ぬっていう。はい、<laughs> も,もう、海外相当大変。ですよね。めっちゃ遅かったですし。その時代、今でも海外のなんかゲームとかオンラインゲームやろうとするとだいぶ遅えなって、反応が遅えなっていうくらいなんで、当時アナログ回線で海外につなうとかだいぶやべえなっていう気がします <laughs> そうですね。ようやってなと思いますけどね。<laughs> ですよね。もう外国人しかいないんですけど、そこでも唯一、 あった日本人がいて、はい、めっちゃ感動しましたね。日本語喋ってるって、<laughs> 日本語も打てないんで、ローマ字なんですけど、はいあの、ローマ字で日本語喋ってきて、感動して、そのなんかギルド入れてもらったんですけど、はいはい、銀英伝のなんかギルドやったらしいんですけど、銀河英雄伝説の。はい、一応銀河英雄伝説僕も読もう思って、はい、本屋で買ってきたんですけど、全然わからなくて、<laughs> <laughs> <laughs> まあなんか、いいかと思って。 読まなかったんですけど結構海外のサーバー行って、まあ、なんか海外遊びに行って日本人と会うみたいな、はい、あのでちょっと感動したりするんですけど、まあ、そういうなん,かなんていうんですかね日常とかなりかけ離れた経験ができるっていうんでなんかか面白かったですね、はい、多分当時そんな海外サーバーつないでゲームやってる人って相当少なくて <laughs> <そ>相当マニアックな人ばっかだと思うんですよね。<laughs> よなんでその日本人ももしかしかてて今辿ってみたっみら なんか、すごい有名なゲームプロデューサーになってるとか、<ー>すごいあり得ると思います。なる,なるほど、なるほど。探したいですね。なんか、いつか会いたいな。<laughs> なんか、辿る方法な,ないですかえ、ICQ に何とかしてログインできれば、はい。あの、あり得るかもしんないですけど、その ICQ ってまだ残ってるんですか今もサービスあるんですか,、ね、んかあるんじゃないかな。ありそうではありますね。なるほど。うん、本名とかわかんないですもんね。うーん。 なんか、いや、僕もこれなんかすごい何度かトライしたことあるんですよね。はい。その、ログインしようと。その ICQ では繋がってたんで、その外国人と。はい。なんで、まあ、多分今ログインしても向こうが繋げてないから、ミクシーと一緒で、向こうがログインしてないから、<laughs> はい、まあメッセージ届かないんだと思いますけど、なんかこう、そういうので繋がったら面白いですよね。結構有名な、FF の有名なプロデューサーとか、うん。すごいそういうの好きな人とかいて。はい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 。 あとはなんだ有名なウェブライターとか。はいはいはい。結構その、まさにその時代にやってた人とか結構いて。はいはいはい。まあ調べてみると面白いかもしれないですね。確かに。ちょっとやりたいな、それはいつか。はい。しかも僕中2とかでしたからね。<laughs> すごい。すごい時代。あ、中 2? そうか。そうですね。中1かな中2とかですね。なるほど。その後僕は光の語にはまって、 俺は語のプロになるんやと思って、ヤフー囲碁以後。はいはい。で、以後めっちゃやってて、はい。オフ会行ったりとかしましたね。<ー>ヤフーの、以後で。え、でも今は、将棋好きなんですよね。<laughs> 将棋はやってないですけどね、<laughs> あの、以後のプロになろうって思ったんですよ、中二の時に。はい、でも、以後のプロになろうと思ったら、小学校の時からやってないとダメやっていうのをどっかで呼んで、はい。やめたと思って。 続けなかったんですけどでもその時も中2でやってたんですけど以後、はい、オフ会行ったらおっちゃんばっかりで <laughs> <laughs> あのみんなあの5会場でやるんですよ5会場でオフ会やるんですよあそう会場でオフ会行ったらんほんまに中学生来たってなってお<ー>オフ会に僕が中学生って思ってなかったっぽくて、はい、あの嘘やろって思ったらしいんですけど。あの みんなタバコバンバンス中に僕いて、<laughs> すごい健康に悪そうな感じなんですけど、そうですね。はい。面白かったですね、それも。すごいな、それは。それも結構僕の人生にはインパクトのあった、囲碁のオフ会っていうイベントがありましたね。そのオフ会で出会った人とはまだ続いてないですかいやー、つながってないですね、それも。それはヤフーメッセンジャーにログインすれば。はい 見れるんですけどね。ありましたね、メッセンジャー。<laughs> あったな、それ今もうないんじゃないかな。<laughs> ヤフーメッセンジャーもうないかもしんないですね。そうですね、ヤフーチャットとかもありましたもんね。ありました。ヤフーチャット結構面白かったんですよね。あ、僕はなんかチャットっていうかなんかゲームするとこに入るとチャットも一緒にあって、うんうんはい、はいはいはい。そこでチャットしてたりもしましたね。そう、なんかヤフーのゲーム結構いっぱいあったんですよ。ありましたね。で、以後は結構栄えてたんですよね。 結構いろんな人がいて、結構それはやったなぁ。えー、だからイゴ、囲碁、囲碁のオフ会の囲碁でしょう。あと、ウルティマオンラインで。やっぱオンラインゲームが僕にはやっぱりイン,インパクトが大きいかな。あとは、ディアブローもかなり面白かったし。あります他、魔法さんは。他は、格ゲーかな。ああ<ー>。格ゲーストリートファイター4かな。それでなんだろう。僕の対戦ゲーム人生が始まったんで。<laughs> それはグラップリングもつながってるんですか いや、繋がってないかも <laughs>。格闘技はもっと毎回やってましたね。<laughs> へえ<ー>。でもなんていうかその対戦ゲーム楽しいなって思えたのは、あのストリートファイター4が最初だったんで。うん。でもそんなオフ会とか僕はしなかったな。うん。まあたまに誰かと会ったりはしたんですけど、そんな大規模ななんかはなかったんですけど。うん。でもそっからハマって、後々 LOL とかに繋がるんで。ああ、なるほど。対戦ゲームの走りというか。はい、そうですね。 で今も格ゲーは結構やってて、まあ、それでなんかいろんな交流もできてたりするんで、まあ、それはストリートファイター4はなんか一つの大きなゲームかなっていう感じはしますねなるほどそれまではやってなかったんですかそれまでゲームは結構してたんですけどでも RPG とか,なんか対戦ゲームとか全然やってなくて、うんうん、でもちょうど PS3 でストリートファイター4が出て、うん、ネット対戦が一般化してきたんですよねはい,はい,はい、はい とりあえず、なんていうか PSE 自体にもネットつなぐ機能が標準でできて、ポチとつなげればできるみたいな。なんかそれに乗っかって僕もプレイし始めたんで、そういう時代の影響もあるかなっていう感じはしますはい、はい。でかいっすよね。家にいながらにして、いろんな人と対戦できるって夢のようですよね。そうなんですよね。うん、前はもうあの、ゲーセン行かなきゃ対戦、それこそスト2とかそうだったんすけど。でね、そうっすよね。しかも、オンラインじゃなくて、目の前の人とかっすよね。そうなんですよ。 しかもまたあのハイザラソニックが飛んでくるとかなんすかそれガイルのソニックブームあるじゃないですかそれのハイザラ版がほーあるんすかんなっていうなんていうか都市伝説的なもんがありましたけど怖わ筐体の向こうからハイザラソニックみたいなめっちゃおもろいで結構昔は ゲーセンのイメージも悪くて、まあ、実際にそうだったかもしれないですけど、うん、しかも練習もできないですからねですよね、はい、そんなトレーニングモードみたいなのは全然なかったんで昔はあのまあなんていうかそのハードルが格芸のハードルが高かったのは間違いないと思うんですけどでも家庭用が出てきてネットつなげられるようになってあの自分でも練習もできていろんな人といつ何時でもあの全国の人と対戦できるっていうことがあったんで、うんえー まあこれはでかかかったかなと思います。それってやっぱレベル上がったんですかその格ーの全体のレベルとかって。ああ多分上がったんじゃないですかね。うん、やっぱ新しい、ね、そのオンライン世代の人が、うん、ゲーセン行ったことないけど強いっていう人も出てきたんで、まあ、やっぱなんていうかその全国の。 全国っていう土俵で戦えるのもでかくなったし、うん、昔ゲーセンなら遠征とかしなきゃ強い人に会えなかったし、なんかちょっと地方のゲーセンででかい顔しても <laughs>、なんか都会に行けばまだまだみたいなこともあったりして、まあそれはそれで楽しかったかもしれないですけど、今は気軽に同じぐらいのレベルの人と対戦できるんで、それも大きいかなっていう気はしますね。いや、そうっすよね。いや、絶対レベル上がってると思ってて、なんか昔のそれ、その辺の格ゲーっていうかその、 ゲームセンターで練習してきた人は、お前ら甘いわみたいなこと言ってくるんですか <laughs> いや、そんなないと思うんですけどね。<laughs> でもやっぱ昔強かったら、それこそ梅原とかまだ強いし、昔から強い人は強いっていうのもあるんですけど、はいはい、まあそれに同じくらい強い人も出てきたりして、うんうんうんっていうのはありますね。いや絶対レベル上がれるなと思って。そうですね。うん、なんか将棋とかっってやっぱり コンピューターが強くなって、強くなったとかって言われてるじゃないですか。はい。あの、藤井聡太とかって、コンピューターネイティブというか、はいはい、その AI、AI 将棋で AI が強い時代に生まれてるから、そのコンピューターで強くなったとかっていうのがあったりして、そういうのもあったりするんですかねその、コンピューターめっちゃ強いキャラみたいな、その AI めっちゃ強いストリートファイター4の AI みたいなってあるんですか格ゲーはないっすね。あ、ないんすか けど、そのテクノロジーの影響っていうと、うん、ネットですぐ情報が伝わるんですよね。例えば、このキャラのこういうプレイが強いみたいな情報は、はい、あの、すぐ一瞬でネットで広まるんで、うん、その地方格差みたいなのはなかったですね。うん、なんか昔はなんかゲームの攻略とかで怪しい情報とか、山ほどあったじゃないですか。はい、例えば、このキャラをこの時間内、 に倒せば仲間になるみたいなドラたいでそういう話があったりとかはいはい、はい、ありましたね、はい、そういう噂が広まっていくとかあったんですけどもう今はそんな真偽もすぐネットでわかるしそうですねあの,その誰かのプレイ動画見てこの人はこういう戦いす方するとかすぐわかるし、はい、そういうテクノロジーの影響はでかいですね確かにな僕もやりましたよ FF7 でエアリス仲間になるって、はい、あエあエネタバレになるんであれですけど <laughs> エアリスが生き返るっていうはい、はい はい、あのデモあったじゃないですかあ,あったんすかねちょっと僕知らないんすけど、うん、あったんすけどはいそれ僕広げちゃってはい広げちゃって <laughs> <laughs> 信じてたんすよね僕これやったら生き返るって信じててそ、はい、したらなんかあのクラスのなんかちょっとやんちゃなちょっと怖い人から電話かかってきて電話が <laughs> してるいなって言って「はい、してるよ」って言って教えたんすけどはい その後どうなったんかはちょっと分かんないですね。<laughs> <laughs> 嘘やったんやなって思いますけど。まあ今、今振り返ればね。そうですね。FF5 でも僕なんか、ジョブ作れるっていうデマ流しちゃって。<laughs> <laughs> 面白い。<laughs> なんか、宝箱コンプリート率を100%にして、なんやったかな。なんかいろいろ条件があるんですけど、はい、その条件を全部満たした上で、 その海底神殿のモヤいっていうのがいるところがあるんですけど、はいあの、最後のなんか潜水艦で行ける、なんかそこに行くとジョブが作れるんだっていうデモが回ってきたんですよ。ほ<う>これすごいやんと思って、ジョブ作れるってどういうことかっていうと、お相撲さんっていう名前入れると、はい、お相撲さんのジョブが作れて、なんかタイタン連打できるみたいな。 そう,そういうなんかのがあるんだっていうのを、ま、な誰が言ってたのかわってるんですけどそれ聞いてすごいってなってみんなに教えなって思ってみんなに教えたらうそやったっていう僕はあの純粋に信じてただけなんですけどあの言われたことをそのまま信じてデマを流してしまうっていうことがありましたね。そう多分すけさんは そう結構早くネットに触れてたからっていうのもあるんですかね、それは。<laughs> いや、でもそれは伝聞っすね。誰かから聞いたんだと思うんですよね。それは多分小学生とかの時なんで、えー、あのネットの情報ではないですね、多分。なるほど。でもなんか <laughs>、やったらデマ流す人みたいになってて、ちょっと、はい、よくなかったなと思います。ド <laughs> ラクエ5でも、エスタークを早く倒せば仲間になるみたいな、あ<ー>有名なのありますよね。ありますね。あれってでも、スーファミは仲間にならないんでしたっけ 初代はなんないっす。<laughs> <laughs> 嘘です。あったなでもなんか、はい、リメイク版ではね、仲間になって。はい。ね、なんか、そうですね、ちょっとした噂が仕様になったみたいなっていうのはありますね。ありますね。いや、ゲームはいいですよ。やっぱり人生豊かになると思うんですよね、ゲームって。そうっすね。うん。なんか、前も話しましたけど、第1回だっけうん。なんか、ゲームしてたら、こう、罪悪感あるけど、みたいな。はい まあでも別に僕はゲームして楽しければそれでいいと思ってるんで罪悪感なくね楽しめたらもうそれである意味勝ちだと思うんでいやそうですね、はい、僕も最近はもう全く罪悪感感じないようにしてます、はい、ようにしてます <laughs> <laughs> あのいいんだとそれは心がけなんですかそれは心がけなんですか心がけです <laughs> <laughs> あのゲームはいいことだというふうに言い聞かせてますね、僕に。自分にはい、はいの。ドラゴンクエストビルダーもね、すごい面白くて、はい。やってますし、はい、最近やと。はいはい。ディスクオブレインもやってますし、はい。すごい楽しいですね、やっぱり、ゲーム。そうっすよね。やっぱ僕はゲームでできてるようなもんなんで、僕自身。はい、結構ゲーム人生において、常にそばにあった存在なのかなって思います。なるほど。 うん、僕もそうっすね、はいうん、やっぱゲームでちゃんとその時を思い出すみたいなのもいいんじゃないかなって思いますね。はい、なんかこのゲームやってた時はこういうことをなんだ仕事でやってたとかあのゲームやってた時ってちょうど何年何年ぐらいやっけなみたいなとかって過去をどん,どん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 こう充実させるにはゲームやるのもかなり良いんじゃないかとはい思います。と、はい、いうことで今日は。 もう1時間30分なんでこんなところですかね。そうっすね。はい。じゃあ、皆さんも、あの、お便りいただければなと思うんですけど。あの、皆さんの思い出のゲームとか。あそうですね。それいいですね、すごく。はい。あればね、紹介するんで、うん。ぜひ、多分プレイしてるんでね、僕らも。はい。このゲームは、ちょっと、誰かが。はい。ぜひ、送っていただければなと思います。はい、シャープ IQOR ですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、本日もありがとうございました。ありがとうございました。